1週間、2週間経ちました ね、 ね、早いですね。少し練習できましたか。よいしょ。で、テーブルをつけてみて、今これからスイッチ入れた。スイッチ入れて、あれ最初持てないかな。両手でね、物を両手で使ったことがない。これにしたらちょっと大きい、大きい形。ん、ちょっと待って、ちょっと待って、これは大きい形。昨日作ってたので、ちょっと消してね。こういうこと、ここにそれとか、うん、あ、いいんじゃない。引っかかりが、ただ毎日前に手を出すの、前に、その位置で前に出しちゃダメだよ。前に通っていい。両手っていうのは難しいのか。うーん、両手で物は使ったことないもんね。ああ、そうか。あ、あれ不思議な感じ。なんとなく分かってきた、はい、意識が慣れてきたのか。そんな感じ、はい、この間はね、手を自分でこうやってね、ギューってやってたし、うん、離れちゃった後もまた自分でね、こうやってね、手をみかんのところに持ってったんですね、うん、でさっきもそうだったんです、出てくる時、うん、お母さん早くみたいな感じで手を持ってって、うん、じゃあいろんなのいじってるうちにだんだん慣れてきちゃうかもしれない。慣れると思います、うん、この子はスロースターターだけど、うん、前にだけ行く子なので。まあじゃあこっち行くよ、こっち日陰に入ろうよ、日陰に。暑いからさ、どうしたらいいかって。まいちん、右に、右に回ってちょうだい。右はどっちだっけ。そうそうそう、手手を動かして、お、そう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 、あ、そう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 、うん、そこまで、そこまでなんだけど。それ進んでないんだけど、そこの人。あ、またほら、毎日もうちょっと右、もうちょっと右向いて、はい、で前に出す、手を前に出す、手を前に出して、毎日肘を伸ばすのよ。ずっとそうやって回って遊んでんだよね、あんたね。あ、マイチン、岩橋さんも来た。マイチン、こんにちはだよ。練習中です。本当、新車が来たんだ。いや、今お借りしているの。そうなの。うん、でも今ね、自分でね、こう電動でね、その、自分で動かせるっていう楽しみはね、うん、ね、うん、ね、マイチン、右、右に回って、もうちょっとこっちの方向いて、そう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 、はい、ストップ、ストップ。あらまあ、今度引いてるから、ね、引いてるだ、もう一度前に出して。でもこういうふうに、こういうのだと、うん、ベルトでもしかしたら固定できるかも、手を。まあでもほら、話せないけど、止めるときに話せなくなっちゃう。止まらなくなっちゃう。その時親がペッ。ああ。だけど45度には変えられないので。なるほど、うん。微妙に角度が変えられるといいですね。微妙に角度を変えるのは、うん、変えられないことないな。下にちょっとなんか、うん。これ自体の角度を変えれば、その微妙な角度もできるんですか。うん、そうできます。うん、今これはネジ2本で下から止まってるだけなんです。はいはいはい、だからまあここ削んなきゃいけないけど、はい、うん、こう動くようにすることは可能だね。はいはい、うん、逆にこの位置より、これがここへ乗っかっちゃうってこともかだけど、はい、ちょっと高すぎるよね、きっとね。高すぎる？これがこの上乗っかっちゃうと、うね、ちょっと、うん、この辺まで来ちゃう。これからこの辺来ちゃうから。そう、私は解除しやすいけど、うん、前には高いね。高すぎるでしょうね。高さは今ちょうどいいみたいですね。そうですね、このぐらいですね。うん、